はい、こんばんは。こんばんは。NHK 研究家、ムイ&カッチャンネルのカッチャンです。はい、ムイです。いや、今日の生ライブ、本当に参加していただいた方々、どうもありがとうございます。はい、あの、暇だからって言って、あのムイの携帯の充電落ちで終わったやつですね。すいません。すいません。はい、そんな皆様の協力もかいあって、はい、夜撮影でございます。ます。まあね、廃墟のまあ神社なんですけど、ここ結構気になったもんでね、夜バージョンを着てみてました、はい、昼バージョン、夜バージョンと。そうですね、場所が大山廃寺跡なんですね。寺じゃなくて寺って読むんですね。廃寺跡、幽霊が出ると噂されている場所で、少年の幽霊、正体不明の幽霊、女性の幽霊が目撃されています。さあ、この正体不明の霊がどれだけなんていうのを悪さをしてくれるかだ、こっちに対して。それだけが不安要素だ。ワクワクすんな。では皆さん行きましょう。はい、行きましょう。はい、皆様、今廃墟の神社に参って入ります。はい、行ってきましょう。皆さん静かに行きましょう。さっきからパチンパチンがちょっと聞こえすぎてますもので、そっと行きましょう。行くぞ。かっていうぐらい上がパチパチになってますね。何これ。よし、蚊が多いのでスプレーしながら行きます。さっき車の中で僕が見たのは、このこういうふうに鉄の棒がこういうふうにあるんですね。こうやって札が刺さってね、そこにね、それはい、あ、それ目の前のこれか、鉄の、うん、パイプがこういうふうにあったんですよ。そこの上にこういうふうに顔だけの、こうやって目をこういうふうに、あかんの動物じゃねえよ。興味が落ちてきた。顔がこういうふうに透き通って見えてます。こんな感じですね。こんな感じの、こんな感じの人が今こういうふうにいたんですね。見間違いかなと思ったけど、一瞬でしたから。まあ、ここから行きたいと思わんよな。あの敷地に入る前からもうギブアップした。すいませんな。まずはこの、なんていうの、上野神社の方ではなく、下のこっちから行く感じで。手袋しか乗せた。
この木のやつ。なんていうかさ、今かっちゃんにちょっと質問なんだけれど、相当今やばかったりする？相当やばかったりするって俺に聞くんですね。っていうか、なんていうかね、具体的に言うと無意に対する霊感バリア、うん、かなり強めに張ってる、うん、あのね、いろんな心霊スポット来てこうやってかっちゃんのね、うん、やってるんだけど、なんかね、嫌な感じが普段よりしないんだよね。のくせに頭が痛いっていうね。悪いけど俺もう背中がゾクゾクしてるもん。これは不気味だな。ちょっともう全方位ともやばい感じですか？バカなくなってるんだ。俺ダイヤル回してねえのに、ダイヤルが回るんだよ。いつものことや。でかいボブがいっぱいおる。ここ大量大量、もう ほぼ悪霊っていうように。これはなんかまたそばにいた方がいい系かな。これ今こういうふうに木がこういうふうに、あそこの2本のやつですね。そう、こういうふうにあるんだけど、はい、ここにこういうふうにいるんですよ。こういうふうに今見えるかな、こういうふうな感じ、こんな感じだね。ちょうど木に隠れてるような感じで。そうそうそう、こういうふうな感じで今いるんだけど、これがすごい不気味なんだよね今。古い方ですか？これ、これなんだろう。お昼下見の時点で人型じゃねえやつがいるって言ったけど、これはまだ人型でいいんですよね。服をうまく描くと、はい、本当にこういう風な感じかな。でここにこういう風に帯があって、こういう風にこんな感じので、ここにこういう風になんか垂れ幕のようなかけて、うん、ここにこういう風にで、こういう風に数珠がこういう風にあるで、多分坊主なのかな、これ和尚なのかな。さっき言ったなんていうの、亡くなった焼き打ちされた方では分からん。こういう風な、こういう衣を着て、でこんな感じの、こういう感じの人だ。でここがもうボーボーの毛なんだ、ポサポサっていうか、うん、でこういうふうな感じで目がないので、こんな感じでこういう感じかな、描くとしたら。ちょっと待ってね、うん、目がないっていうのは眼球がないっていう話してます。そうそうそう、あかん、これはもうやべっていう状況なんだよ。さっきから変な音がよくね、もうパチパチ音を気にしたら負けだと思うレベルで鳴ってるから、うん、これすごいな。ちょっと俺に、ちょっとさすがのかっちゃんもちょっとマジビビビビってあ、今こちら、あーもうた変わる。シャッターが押せんだよこれ。上行ってみる、まあ、どうしよう、こっちエリアはもう逆に近寄らない方がいい感じですか？いや、分からん、このベールがすごい怖い。ちょっとあんまり離れると良くないと多分。ここいや、無理には行かない方がいいっていう。し、何の声だって、何の声だって、声が今
げえ、お気持ちいいですね。どのあたりなんだろうな。あなたがでかい声出すから。やべえな、ちょっとやべえかもしんないね。なんかすげえ怖え。ここか、やだな、これ。うわ、喉痛くなってきた。喉痛くなってきた。シャッターが起きてんだよな今。はい、こういうふうに灯籠があります。こういうふうに灯籠がありますね。灯籠だと思ってください。で、ここに後ろ側にこのぐらいの石があるんだよね、あそこ。はい。の、ここに、こんな感じの帽子をかぶって、あれですな。首があって、肩があって、で、お、消すなよ、見えへんのよ。で、こういうふうに、サスペンダーでズボンを押さえてるこんな感じの男の子がこういうふうに見えるんだよな、あそこに。あ、こう、アイさんに。ちょっと待って、もう一回見せて。うん、それが今、そう、真ん中にいると。ちょっと、ちょっと進めねえなぁ、なんて思って。どこ気がないからなぁ。どうしたらいいんだろうなぁ。めんどくせえな、こういうの。毒気がないっていうのは、まあ、かっちゃんに敵意を向けてるって感じなんですかね。そうだね。ちょっと避けよう。はい。ああ、もうダメだ。早い。肩が痛い。まだ、なんなら前半レベルでしか探検してない。それは分かっとる。墓を移しといていいよ、もったいないで。そういう時間に何か来ない。まだここ、その子います？チナ。皆さんは何か見えますか？